年始明けのゲームは途中出場。ボールを埋まることができるか、押し込んでいきました、決まりました、ビファーレン長崎先制。今綺麗にバック転も決めました。背番号5番の高見、今シーズン2点目、 J1 2点目が決まりました。ビファーレン長崎、今日もセットプレーから先制。喜ぶビファーレンサポーター。中原のコーナーキック、このシーンです。これね、まずこう最初のところで黒木がね飛び込んでいったんですけども、飛び込んで頭には当たらなかったんですけども、相手ディフェンダーにクリアをさせる機会を作らなかったんですよね、そして上原が触って少しボールが流れていったところ、ファーサイド、最後は背番号5番高見、まあ、高見のゴールはもちろん素晴らしかったんですけども、こう